カンカン同率の一般選抜はここ3年は実質倍率が横ばいでおおよそ3倍。進研模試の偏差値50代後半の合格率がこちら。23年度入試、文系学部は4割、理系学部は5割程度の可能性でした。模試の結果では現時点で厳しい志望校判定でも一般選抜まで諦めなければ挑戦が報われる入試環境です。偏差値50代前半の場合でも4人に1人合格していたので毎日コツコツ積み重ねましょう。